アクロン関東・カントンヤングスタウン鉄道とは1907年から1982年まで存在し、オハイオ州、モガドールから西へ進みデルフォースまで結んでいた鉄道である。現在はノーフォークサザン鉄道の一部である。アクロン関東・カントンヤングスタウン鉄道は1907年に法人化され、1913年にオハイオ州、モガドール、 アクロン間の線路を完成させた。1920年には AC&Y はレイクエリーウェイスタン鉄道からノーザンオハイオ鉄道の支配権を獲得した。ノーザンオハイオ鉄道はオハイオ州アクロンから西へ進みデルフォースまで結ぶ路線を所有していた。また AC&Y はノーザンオハイオ鉄道のアクロンコプリージャンクション間の9マイルの区間も完全に購入した。 アクロンはタイヤの製造で有名であり、長年アクロンからデトロイトまでコロンバスグローブにあるデトロイトトレド,ア,ドアイアントン鉄道のインターチェンジを経由して移動していたタイヤやインナーチューブが AC&Y の貨物輸送の重要な部分を構成していた。1944年1月14日、AC&Y とノーザン・オハイオ鉄道がアクロン、カントンヤングスタウン鉄道へ統合された。 1947年に AC&Y は、そこの鉄工業へのアクセスのためやクリーブランドの混雑を避けるルートとして使用するために、路線をヤングスタウンまで東へ延伸することを検討したが、いずれもなし得なかった。1949年には AC&Y の社長が、全長1 3ミのオハイオガワエリーコ間の双方向のベルトコンベアを提案した。 当然のことながら AC&Y はこの提案を支持し、オハイオ州議会がベルトコンベア運営会社に対して土地収容権を認める法案を可決するのを支援できる唯一の鉄道であった。1964年にノーフォークウェイスタン鉄道が AC&Y を購入した。その会社がニッケルプレート鉄道と合併し、 ウォーバッシュ鉄道をリースした時のことである。1982年1月1日に N&W は AC&Y を解散した。2006年時点で AC&Y の建築物は未だにアクロンのエクスチェンジストリートに立っている。ノーフォークサザン鉄道のインターチェンジはスターリングとアクロン、オール、アメリカンブリッジの下にある。当時列車は NS のベルビュー奏者上へ送られていた。ありがとうございます。